小さくしましょうか。ここでバッツリ切ってリングをこう小さくするんですよ。ワイヤーだから結構どう見てもなるんですよね、こういうところね。こうリングを小さくしました。いや、これでも足りねえか。人間買ったら増やすしかないね、もうこれ以上ね、小さくできないし。これ花粉症治ってる、もしかして全然痒くない。ちょっと足りないんで、ちょっとパーツを今増やしますね。はい、パーツができたんでさらに進めていきます。ちょっと待って、これ足りねえか。まだ足りねえ。こいつは4本ぐらいいるかもね。はい、足しました。はい、できました。どうですか。これめちゃくちゃ可愛いでしょ。めちゃくちゃ可愛いっすよね。超可愛いミモザのリースが出来上がりました。これはちょっと可愛いね。可愛い。ちょっと待ってね、今見せるから。はい、こちらのミモザの可愛いリーツはいかがだったでしょうか。これすっごい可愛いね。なんか俺花粉症治ったみたいで、マジで。うん、これワークショップでやりますか。これすごいすごい可愛いんですよ、マジで。やっぱりダメみたい。ではまたお会いしましょう。See you next time. はい、こちらのフラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思いますので、下のリンクよりお願いいたします。一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。では。はい、突然ですが皆様にここで質問があります。この上にアンケートを答えるボタンがあります。ここからクリックしていただいて、フラワー TV でこう見たいものですね。フラワーアレンジがの作り方が見たいか、それから花束の作り方が見たいか、それともラッピングが見たいか、この3択でどれかに丸をつけてください。あ、丸じゃない。クリックしてください。そうすると統計が取れて、今後のフラワー TV の作る動画のだから度合いというか、ね、パーセンテージの度合いというか、そういうことにつなげていきたいと思いますので、ぜひこのアンケートにご協力をお願いいたします。右上こっちです。ここをクリックしてください。ではよろしくお願いします。